無群ァ号は、韓国鉄道公社の列車の種別。無群ァとは無クゲを意味する韓国語で、無クゲが大韓民国を象徴する花であることにちなむ。セマウル号、KTX を補完する役割の優等列車で、地方では普通列車としての役割を兼ねながらカーイルの、ほぼ全路線を網羅している。なお、一時期鉄道庁時代の日本語番ページにおいては、無クゲ号と表記されていた。 ムグンファの愛称は1960年にソウルと富山を結ぶ最優等列車の名称として初めて採用された。だが、この列車は1962年に再建号へと名称を変え、1969年の観光号運行開始とともに廃止された。現在のムグンファ号はセマウル号と当時比例号だった特急との 中間クラスとして1977年8月13日に新設されたウドゥンを前身としており、1983年12月23日にムグンファ号へ改称された。以降、鉄道庁が広域電鉄以外で運行する4種類の列車種別の中で、ムグンファ号はセマウル号の止まらない駅に停車しつつ長距離の都市間を下級列車よりも、 短時間で結ぶ役割を果たしてきた。地方路線で各駅停車の役割を果たしていたピドルギ号とトンイル号が列車運用の見直しにより相次いで廃止されたことを受け、無群派号は2004年4月1日から通勤列車の新設されない地方路線で最下級の列車種別となり、普通列車としての役割も担うことになった。だが、 すべての列車が各駅に停車するわけではなく、幹線では列車によって停車駅を変更する千鳥停車を行い、所要時間は落とさずに、ほとんどの駅へ停車するように配慮されている。ただし、喜び前線や中央線では、ロングランの各駅停車の列車が存在する一方、これを機に、ムグンファ号も停車しない、旅客扱い中止駅となった駅も少なくない。また、 夜行列車の設定される路線もある。2009年6月1日には、ムグンファ号と同等の列車として、塗り炉が誕生した。当初は車両を更新するごとに、ムグンファ号を塗り炉へ徐々に代替していき、およそ10年の期間をかけて、ムグンファ号を全廃する予定であった。だが、運転の切り替えはごく一部に止まっており、2020年に至ってもムグンファ号が、 地方路線の主力列車であり続けている。使用される車両は短距離路線に用いられる少数のディーゼル動車を除くとすべて客車である。登場初期には長距離列車にも機動車や電車も導入されていたが、いずれも1990年代末に使用中止となり、客車へと置き換えられた。客車や短距離用ディーゼル動車についても、初期に導入された客車は2003年までに、 デザインリミット車製の新型客車へ 9201K ディーゼル動車は2010年までに 9501K ディーゼル動車へそれぞれ置き換えられている。旅客営業されているほとんどの路線で運行されている。一致セマウルがソウル特別市と地方都市を結ぶものであるのに対し、ムグンファ号はそれに加えて地方都市同士を結びつける補完的な役割もある。また、 富山公域市の近郊都市を相互に結びつける短距離列車も主に機動車を使用して運行している。ムグンファ号の初期の塗装の構成車1984年富山駅にてムグンファ号の客車はカーイルの車両の中で最多であり主力列車である。優等からの解消当初は1977年から1982年に導入された。 トンイル号客車ベースの時速 120km 級の台車を使用した客車が使用されており、1985年からは仕様が大きく変更された時速 150km 級の台車を使用した客車が追加導入。1986年にセマウル号にステンレス製の新型客車が導入された際、 セマウル号から大量に格下げされたお窓の1万千番台客車がムグンファ号特室に格下げされており、その後、ムグンファ号用にドア周りの改良と座席を改良した客車が申請された。これら初期車の一部はトンイル号に格下げされたが、2004年の KTX 開業とともにトンイル号自体が廃止となったため、今後は直接廃車となる公算が大きい。 開発途上国に送る計画もある。現在、無群ファ号に使われている客車は大きく分けて2種類ある。1990年代半ばから製造された12000番台。客車は、現行の無群ファ号の大多数を占める標準タイプで、車体を23メートルに伸ばしているため、長大型と呼ばれている。2000年頃からは、客車製造会社として、整理統合された。 デザインリミット社が製作したリミット社と呼ばれる新型客車が導入され、セマウル号から格下げされた初期車を置き換えている。車体の色は1クリーム色の車体に赤い帯に白地に黄色大々色の帯3白地に赤帯、ドア周りのみ紺色というように変化している。かつては子供の遊び場などを併設したスナックカーなども連結されていた。なお、 セマウル号の DHC 客車廃車に伴い、リミット車の一部がセマウル号客車への改造用に捻出されている。1990年代前半、セマウル号にプッシュプル方式の機動車が大量に導入されたため、余剰となったステンレス客車が無群ファ号に格下げされた。これらは特質専用列車として他の客車とは全く混用せずに運行した。ただし、 長大型やリミット車は、セマウル号と遜色ない客室設備を備えているため、2000年代に入って、特質専用列車の運用は廃止され、旧セマウル客車は、KTX 開業とともに、定期運用から外れた。また、無群ファ号の特質も一旦廃止されたが2007年10月1日の改正で、中央線系統の列車において、再び運行されるようになった。 2018年12月28日の改正で特質としての運用が廃止され、客車はそのままに一般車として運行されている。韓国にも警府線などで定期の夜行列車が運行されており、通常無群ファ号で運行される。その際に、かつては座席編成の最後尾などに寝台車が連結される列車があった。旧式車両は大窓の客車をベースとしたもので、 二段式の、寝台であった。現在の寝台車はすべてリミット車製の新車で、JR 西日本二百八十五軽電車と同じタイプの寝台となっているが、需要の低下により定期運行はすでに終了し、ごくまでにツアーリン時列車で連結されるのみとなっている。なお、韓国の夜行列車は、まだ都市鉄道やバスが動いていない午前三時台五時頃に終着駅に到着するものが多い。 2004年の韓国高速鉄道開業により、無群ァ号の特質が大幅に削減されたため、余剰となった特質車4両を改造して、観光専用列車 TLX が制作された。種車は、町大型特質で、個室やイベントスペース、密閉式展望デッキが増設された。後に8両か、レディーバードと命名されて、団体、臨時列車として運行している。 なお、運行の際には、狭うる号とされることが多い。また余剰となった客車を改装し、寝台車や食堂車を組み込んだ特別列車、ヘランとして落成している。予備車4両と電源車2両を含む22両が改造され、8両基本編成2本が、韓国国内を周遊するツアー用団体、臨時列車として2008年から定期運用されている。 車体は濃紺に塗装され、金色のストライプと鳳凰をデザインしたシンボルマークをあしらっている。喜び前線を走る NDC 無群破壊 NDC、ニューディーゼルカーは9211系と呼ばれる機動車のこと。大宇宙工業製造。制御は液体変速方式で最高時速 120km。不残行域市と周辺都市を有機的に結ぶための短距離列車として、 1984年10月に211軽機動車を利用した無群ファ号が登場した。まず戦闘車同士の2両編成であったが、翌1985年から中間動力車311型が新造され、3両編成と4両編成による運行も開始した。主な運転系統は、フザンバサン、フザンウルサン、フザンテグ、テグバサンの4つで、 首都圏の軽春線でも、一時、車体塗装は、クリーム色に赤帯で、塗り分けが、日本の特急電車に類似していた。後に赤、黄、白の無群ファイ色となった。車体番号は1987年、1988年に変更し、1992年から9211系として最後まで運用された。座席は当時普及し始めた簡易。 リクライニングシートで長らく横5列の狭いシートが不評であったが2000年までに4列72席に改造された1984年から1990年までに3形式各12両ずつの計36両が製造されたが1994年に列車同士の衝突事故で9412、9318 9420の産業が失われた。老朽化により2005年から VIP、対応者であった9222回の産業編成を除く全編成の運用中止に向けた廃車が始まった。2010年、カーイルは同年2月16日の運行をもって NDC の運行を終了したと発表した。引退後は唯一残った。 後舎 VIP 専用車のラストナンバー9222階が2015年から鉄道博物館で保存されている。形式89席、エンジン2機83席、エンジン2機79席、発電機1機9222階は1999年に後舎 VIP が使用する非営業車両に回収が行われた。9201系ディーゼル動車、DC。 ディーゼルエレクトリックカーは9201系と呼ばれるディーゼル動車。大宇宙工業製造。電気式制御で最高時速 120km。9201系は1980年にセマウル号として登場し、全羅線、ソウル南原間で運行を開始した。 外観は共に登場した9900系電動車と売り二つだが、先頭車は PMC と呼ばれる半分が動力室で客室が狭い形式、制御には電気式変速機方式を採用。5両編成が2組の軽重量が製造された。1986年にセマウル号にステンレス製新型客車が入ると旧型客車と共に、 無群ァ号に格下げされ、軽春戦の運用についた。主に5両編成1本が営業し、もう1本は予備車となっていたが、2000年頃に用途廃止となり、そのまま10両すべてが廃車となった。形式39席エンジン1機発動機1機、電動機2機83席、電動機4機。 83席編成9201から9301から9401から9302から9202、9203から9303から9402から9303から 9204CDC 改造による無群ァ法通勤列車として使用されていた9501軽機動車は通勤列車の相次ぐ廃止によって余剰となったため内装を 無群ァ号タイプへ改造され、2008年4月15日からテグバー3艦で運行を開始した。改造後の CDC は改造型無群ァ動車と称されている。その後東テグ歩行艦の無群ァ号などでも運行を開始している。2010年2月17日をもって全廃された NDC の役割を受け継いだ。 韓国発の電車特急として1980年に9900系10両編成2本の20両が登場した。清涼里から中央線、大白線、霊東線を経由して東海まで1日1往復、19年間運行したが、1999年にトンイル号に格下げされ、2001年に廃車となった。1994年8月12日からソウル駅から、 京畿線、郊外線を経由して、義政府駅まで、蒸気機関車が牽引する観光列車が、無グンファ号として運行された。日曜、祭日の午前に、ソウル駅から、義政府駅まで、夕刻に、義政府駅から、ソウル駅まで運行され、機関車は中国で1994年に、新造された、SY11 の同型機901号が使われた。 この点がかつて現役で活躍した機関車が使われる、日本や欧米の蒸気機関車観光列車と違うが、客車もレトロ調に塗装した客車を使う日本と違い、通常の無群派合用の客車がそのまま使われ、ややミスマッチであった。しかし、KTX の車両基地建設のため、軽技線の一部列車が運休となったことや、国際通貨基金による、 韓国救済という事態に至った深刻な経済危機、機関車の保守の困難さのため、2000年5月15日、限りで蒸気機関車観光列車は運休となり、その後再開されていない。機関車は、その後、水色駅に長らく放置されていたが、2009年に京北線店。なお、車席は削除されておらず、旧車状態となっている。韓国ではかつて、 東海南部線でも蒸気機関車観光列車が運行されたことがあったが、長続きしなかった。ありがとうございます。